こんにちは、松尾さんです。今回はヒッポドロームの攻略です。通常コースは幅寄せゴリ押しでなんとかなったのですが、上級コースはちょっと手強かったので、まとめてみました。初回は先頭からのスタート。第2、第3レースは後続からのスタートになります。別に追い抜けばいいだけで同じじゃんと思いがちですが、上級に限っては全然違います。それは、スタミナ満タンの状態で1位であることと、1位になるためにスタミナを消費した状態の違いです。上級コースで一番きついのは後ろから追突されることです。それを回避するには道を開けるか、ダッシュしかありません。第2、第3レースでまず大事なのは、先頭グループを維持しつつも、先頭にこだわらないということです。こんな風にかわしながら、上位をキープするのが、初回レースでの基本的な戦術になります。最優先なのは、体力を温存すること。序盤は1位キープにこだわらなくて大丈夫です。いねやというわけで、体当たりができそうな時はガンガン入れておきます。こちらから体当たりをしても体力は減らないので、やられる前にやるが基本です。ただし、カーブで使う時は慎重に。タイミングを誤るとコーナーに垂直に刺さります。敵味方速度は同じなので、後続にいる時は直線で体当たりをしつつダッシュで距離を稼ぎ、一定の距離を詰めたらカーブで強引なインベタで一気に抜くのが松尾理論です。戦車でのぶつかり合いがテーマのレースですので、接触による減速は基本ありません。なので、相手にぶつかろうがなんだろうが、強引にインベタでカーブを曲がってしまえばいいのです。そうやって体力を温存したまま、後半戦で首位に躍り出ます。あとはひたすら、後ろが迫ってきたらダッシュしつつ逃げ切る。ここまで来たら、体当たりされても耐えられます。はい、ゴール。第2、第3レースでまず大事なのは、先頭グループを維持しつつも、先頭にこだわらないということです。先日の通り、スタミナを消費した状態で早期に先頭に立ってもスタミナ管理が追いつかず、逃げ切れず、とてもではないですが、ロングコースの間、戦車の体力を維持することが困難だからです。スリップストリームをうまく駆使できていれば、敵味方でスピード差はないので、アクシデントさえなければ、基本的に引き離されることはありません。とにかく、後ろから追突されないようにすること。直線で追い上げ、カーブで抜く感じです。この先のカーブ、見ていてくださいね。わらわら、ね、わら。このぐらい強引なインベタでも、全然 OK です。第2、第3レースのメリットとしては、追い上げ段階で他の戦車をボコれるということ。ところで現時点で1位ですが、ちょっと早すぎますね。スタミナがあればいいですが、なければ無理はしません。後続の体当たりを恐れて、少し大回りに曲がります。スタミナに余裕があるので逃げ切ってもいいですが、周回数的にまだ長いのと、せっかく道が狭いので、わざと抜かせてドーン。これが最高に気持ちいいんですよね。わらわら、ノーズが出ます。通常戦の時は、あれ、戦車レースいまいちじゃねとか思ってしまっていましたが、きっと上級戦が本番だったんですね。遊んでみてそう感じました。嫌がらせみたいなコーナリングで、首位を奪います。ここまでスタミナを貯めている状態なのに、後続の気配がないということは、後続とはものすごく差が開いているということです。この時点で勝利を確信するものの、油断はしません。
前方に馬が見えたので一瞬焦りましたが、どうやら周回遅れですね。よく見たら馬だけで騎手がいません。どこに吹っ飛んで行ったんでしょうか、わらわら。敵が追ってくる気配がないので、スタミナを半分温存しつつ、ゴールを目指します。タイムトライアルとかを目指す場合は、もっと全開で、体力もギリギリの状態で逃げ切るんでしょうかね。はい、ゴール。こんな感じで、私なりのコツを公開させていただきました。どこかのどなたかの参考になれば嬉しいです。正直、通常コースをやっていた時は苦痛でした、わら。でも上級は本当に面白いので、ぜひ挑戦してほしいです。レース攻略は、ブログでもっと詳しく書いています。よかったらマツケンをご覧ください。